こんばんは、何回目か忘れたけど38回目です。あの7とかの部屋です、本日のゲストはあの有名な二保姫神社の、ね、渡辺金丸さんです。どうも、かっこいいだろう。いや、7ママからのコメントがありまして、ああ、とにかく素敵で声もすごく素敵な人っていうコメント。ただのデブじゃん。すごい楽しみに。やっぱりね、神社の方はね、声がいい。いや、でもお姿もすごい素敵。そうなの。かまげたネクタイ締めとくって言う。テレビ出るとか言うじゃないですか。やっぱり。そうか、そうか。で、今日まず、なんかあるの、その前に。あ、今日は生、よろしいですか。うん、どうぞ。生アットマーク広島アクティブリング百貨店についてお知らせさせていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、昨年はですね、広島国際学院大学立町キャンパスでインターネット生放送をさせていただいたんですけれども、今年はですね、広島工業大学広島校舎で始めよう夢とアートの街広島ということで百貨店をさせていただくことになりました。日時は2010年7月31日土曜日の10時から16時となっております。 いろんなですね、百貨店がなのでいろんなお店が出るんですけど、それについてゆかりに説明してもらいたかったけど、今日は帰ってきたから、うん、大丈夫。あの布箱だけ去年インターネット生放送オールナイトに出ているので、まずそこでいいか。去年どうでしたか。去年どうでしたか。もう上がってしもうてね。生まれて初めてテレビ出て上がってしもうてからね、カチンコチンや水ばかしも飲みよった。そうで、今年もそのインターネットオールナイトのね、生放送だから出たいっていう人もいたんですけど、もうオールナイト12時間ちょっとダメなので、今年は百貨店にしました。ね、百貨店なので、いろんなお店がありますので、じゃあ会社にちょっといろいろと、はい。今日は何階まで行っていいですかね。5階まであるんですけど。はい、5階のホールは何ですか。5階のホールはですね、シネマキャラバンさんの映画上映となっておりまして、こちらはですね、あのお金がちょっとかかるんですけど、はい、500円ぐらい。はい、ですけど、映画も見ることもできますし、はい、1階ではですね、カフェもございまして、こちらの、あ、ゆかりんから説明してほしいから、だからどうしようかな、西田屋さんの、なんと貴重なコーヒーが飲めるということで、ゆかりんさん。はい、ここです。はい、西田屋のコーヒー。あ、そうですね、あの、じゃあ、スマート、あ、ジャワコピルワック、はい、ジャワコピルワックを30杯限定で出そうと、500円で出そうと思います。安い、はい、100g、1杯5000円ぐらいのコーヒー、はい、100g が7350円。あの、それを1杯500円で、はい、先着30名私並んでて、私も並んでいいですか。せっかく皆さんが来てくださるので、はい、主人が楽しむために何かやろうということで、うん、はい、それを出させてもらいます。ジャコネコの本から、ジャコネコの本から取るコーヒーで、世界で一番高くて珍重されてるコーヒーなんですけども、うん、でもね、すごいのはそれだけじゃなくて、普通のコーヒーはまあ100円で出してくださるんですけど、銘柄をどうぞ。あ、そう、ブルーマンテンブレンドを出そうっていうことで、やっぱり来ていただく以上は、うん、なんか面白くしないといけないので、うちはそういうことをします。ありがとうございます。ありがたい。でもあのね、あの、北村増上さ、東条の北村増上、その菊文明のから来られる倉本さんは、あのお酒を試飲させてくださるそうですし、皆さんいろいろなことをして、うん、皆さんが楽しめるように盛り上げていこうって思われてるので、ナオミカフェもね、そうですね、すごいよ、ケーズバーガーも書いてあるじゃん。そう、はい、ケーズバーガーもね、お約束してきました。そうね、はい、
で太田浩二さんという藍染めの染色作家の先生の展示もありますし、はい、トールの方もおられますし、雑貨屋さんもありますし、邦子さんってボルなんだこの方の雑貨屋さんはすごく雑貨の方では有名な方らしいですし、倉本さんも、はい、倉本ママも、はいはい、横川の雑貨屋さんですし、てんちゃんという方はタイの方ですね、はい、行ってみたいですね、ビーズのアクセサリー、これちびさる子ちゃん知っとる、ちびさる子ちゃん、素敵な子ちゃん、この間並みかけた時に、ね、そう、ね、髪猫さんもらったので、で、うん、あのリカちゃん先日あの生落語の会をやってリカちゃんがこの前7回だったんですけれども1回から7回までの写真をずっとあの撮っておられる、うん、それのそうなんです、そうなんです、その、 あのいろいろなあの京太郎きょんきょんさんとか、うん、おられるじゃないですか、うん、はい、そももえさんも行かれますの写真をずっと展示されるんだそうです、へー、ね、だからその落語の時も、うん、されるって言っておられましたし、それから当時からね、そうですね、洋画家の先生もいらっしゃる、そうで4階があの芸術展示ということで当時の洋画家の小倉敏夫先生の絵を展示してそこでワークショップをやります、それから前衛書道家の篠木光弟先生がやっぱりそこで展示をされて、それからあの前衛の書道みんなで描きましょうってワークショップをされます、楽しい、まだまだどん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 ここもちょっとかじっとるよね、かじっとやるというより本職じゃないですか、いいじゃん、さっきここに来ながら車の中で書道のこう大きな派閥が2つあって今ちょっと弱くなって今日ね、あのいらっしゃるということですごいたくさんあのお聞きしたいことがあるので、もうご紹介いただいてもいいですか、はい、私さっき七ママが私の言った通りだったでしょって、ね、あとお釣がね、こちらに俺がこっち行こうか、ここが一番よくないのか、あ、そうですね、はい、せっかくですもん ねこっち来たら全部になるよね、うん、場所のせいです、ね、はい、それではまず、ね、御保姫神社って皆さんご存知だと思うんですけど、あの特に南区の方はよく知ってると思うんですけど、僕もちょっとだけ予習してきたんですけど神宮皇后が弓矢を打ってそれが刺さったのが初め、神宮皇后って言ったらね200年ぐらいの時にそれを送って神宮皇后だから1750-60年前の話、だからね、すっごいね、羨ましい。俺ら、遡れても5、60年1700年とか1800年遡れるっていうのがね、嫉妬に近いものを覚えるよね。私も、威風を覚える。ほんまほんま。ね、そうそう、ね、そういうところで、まず、どうしようかな。全部喋った後に、まだ喋ってもらおうかね。そんな由緒あるあれなんだけど、3年前にまだ分かんない不審火、不審火でね、焼かれてしまいました、全部焼けてしまって、で原爆が落ちた時もあの傾いただけで残ったんですよね、だから広島市 の、 あの被爆建物に認定されてた、それが消失してしまったので、ただ1個だけ残ってるんですよ、なんか、はい、あの手をお見え来られたら手を洗うでしょう、あ、はい、そこが手水屋ですがね、はい、あの小さい建物、まあ一坪ぐらいしかない、それが運よく残った、でね、あの俺ら普通の俺らの家を建てるとかっていう問題ではないので、あの美浄同窓会でみんなで寄付とかもしたんだけど、5億とも6億とも言われてるんで、到底じゃないけど多分まだ集まってないと思う、皆さんお金の余ってる人はどう余ってない人も余ってなくてる人で余ってる人おったかも、彼もお金持ちになりたい頑張って渡したいそういうようなことを含めて、あの御保姫神社の、 歴史みたいなものをちょっと、そうですね、はい、
じゃあちょっと時間いただきますけども、まず私は渡辺君丸と申します。名前が長いですね。本名なんですか、君丸。そうなんですよ。小学校からよく現れましたね。ねそれで、まあ、そういうことで、まあ、お宮のどうですか、宮司の家に生まれたと。鮭っていうんですかね、神社の社に家って鮭っていうんですか、ね、まあ、それはさっき佐田さんが言われましたが、うん、古い歴史を持ったお宮でも渡辺といえば1000年ぐらい前から多分大阪から来てるんですけどね、今の日本に来てると思ってます。で、まあ、それでそういううちの先祖は、まあ、1000年ぐらい前からずっと日本におったわけですよね。でその間にも1000年、ええ、あそうです。で、まあ、ちょっと質問、1000年だったら大体何代？50代ぐらい。50代すごい。これもね、ちょっと話は脱線しますけど、うん、今はみんないろんな宗派で葬式したり、弔いとか、またその後も無宗派でもいろいろあるでしょう。ところが江戸時代は寺受け制度がありましたので、うん、宮司の本人だけ、いわゆる神社式で葬儀をしてもいいと、うん、で連れ添いとか、うん、あるいは兄弟とか、うん、家族は全部仏教でやってます。それはもううちの墓見ればすぐ分かります。それ分かる。あ、そうなの。全部やっちゃいけないんです。そういう時代なんです。寺受け制度ですから、寺が戸籍持ってますから、ね、あ、そうか。ですが今のように宗教っていうような言い方はしないですね。文化だろうと思うんですね、その地域のね。でそのまあ確かにお上はそういうふうにこう寺受け制度されましたが、地域としてはそんなに感じてなかったんじゃないですか。私のひいばあさんも明治時代活躍してますけど、仏教婦人会長ですからね。ですから、秋元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 がもう神社で何かするときも神社が何とかしてて、こうなんかこう本前一体となってる部分がありますよね。神仏ともにあって初めて一つなるというのが日本の文化じゃないかなと思うんですね。今でも四国行ったらお寺さんの隣に、八幡ヶ寺の隣にね、お寺さんの隣にお宮があるわけですよ。不思議。だからその別々のものじゃないん。そうそう。あ、そうなんだ。なんとなくこう素人考え、なんていうんだろう、敵対してるような気もするんだよね。だから結婚式は新式で、亡くなるときあれはもう、そういうことだと思いますよね。あともう一つ、宮司とネギと、はい、あとまだゴンネギ、ゴンネギとか、それで。ものの本によるとネギよりゴンネギが上だったり、ゴンネギの方が下だったり、あれは何なんですか。ゴンっていうと権力の権って書くんですけども、うん、これはイコール仮と呼ぶんです。仮、ナンバー2って言うんです。だから、宮司呼べ、宮司呼べです。それでゴン宮司っていう職を持ってる宮島さんなんかはね、ゴン宮司でおられる。うちで言えば宮司、ネギ、ゴンネギ。ゴンネギっていうのは仮のネギだから、ゴンネギはネギを助ける、ネギはそのみんなの気持ちを持って宮司を助けるという、そういう位置づけなんですよ。でお宮の代表者は宮司である。そうです、ね、渡辺さんはネギ、ネギですね。じゃあ宮司さんはお父さん、はい、秀丸さん、ちょっと脱線してワールドカップがあるんで言うんだけど、日本が初めてワールドカップ予選でスイス大会行った時の、うん、ああ、うん、スイス大会の予選のオールジャパンの正ゴールキーパーに行けないお父さん、二ノ島中学で先生をしてたのに、うん、まあおじなあらおじなあ、そうそう、おやじもやってます。で、で教職にありながら全日本に選ばれた。すごい。その後は多分
西村さんなんかは知ってると思うけど、俺らが子供の時、俺が小学校、船越小学校でサッカーしてる時は小滝三兄弟って言って、三洋にすごい上手な二之島出身の三兄弟がいる。その時の三洋の監督はお父さん。すごい。で、お父さんは全国優勝もしてるの、三洋率いる。その頃三洋すごい強かったですもんね。サッカーやったら三洋だったよね。三洋の国語の先生であり、国語の先生であり、元全日本のキーパーであり、三洋を率いて高校選手権で優勝。その頃は黄金時代。お父さんも国体でサッカー。国体サッカー、俺偽物のなんちゃってサッカー。でも国体、私らの時代国体時のサッカー部強くて、強かったよ。すごい。そう、同じですね。ミナミ。あ、ミナ。かっこいいんだ。あ、そう。はい。インターハイ行っとるんで、インターハイ。同級生じゃないですよ、ね。同級生。同級生なんですか。同級生さんだった。でも私も同級生。私だけだからね、ナナパパがマロって呼び捨てにしちゃったから、えって思って、それ聞こうと思って。渡辺さんです同級生なんです。そうなんです。まあ、まあ、素晴らしい。3人同級生です。あら、失礼さんですか。その団地ですから、陽系あら、私分からんのですよ。同級生だから。あなた袋町小学校。いや、私ね、そうそう、団地なんですよ。何人の団地じゃんか。団地100人だったなんか、3年1人すごい。関田先生とこちゃった。あ、次の先生、6人か。いや、違う、私何先生だったの。ローカルの場所のようで、めっちゃローカル。ここで中学の同級生とは。同級生、不思議なもんよ ね、うん、私ね、おかみさんとかなんかと一緒。 あの子、生徒会をやるんだ。そうそうそう。なんと皆さん、この3人は同級生でした。同級生、ゆかりんと、うん、あの渡辺さんは団長の同級生だそうよね、全然知らないよ。私すごいね、あの頃クソ真面目なの。だから僕は3年の5月 の、 あの生徒総会で、はい、あのサッカー部と野球部の生徒総会で成立したでしょ。覚えてあれ、あの時やるんです。あ、ほんと全然覚えてない私、中学校のこと。あ、まあ覚えてることは覚えてる。あ、もう覚えてる。でもお二人が男中の同級生だということも判明しました。右田君が一緒じゃん。あ、右田君。今あれに行っとって、あの子の娘とうちの末娘が、あの某恋の高校で中高で同級生だったんですよ。あの山の上で、山の上で賢い。あ、風呂敷はあの男。あっちの、あっちの。なんとなんと、ナナパパすごい。つながるよね。あらららら。なんかだんだん思い出してきた。団中ね。志学なんかも団中。そう。志学は知らん。志学純子さん。男。これこれローカルな話題。ローカルな話題が長いになりました。年を超えて。話戻した方がいいですね。またあの。十字さん、ネギ、そしてゴンネギというチーナ。そうそう。日本姫神社の宮司さんはお父さん。そこまでちょっとあのプチプチと戻したので、そこからどうぞ。ネギ、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 すごい気になりだしたですからね。お宮はまあそういうことで、なぜ日本姫神社っていうかというと、日本姫っていう女の神様、それがあのさっき坂田君が言ったように非常に古い時代からあそこにおられるわけですよ。女の神様、あそこ、あの厳島も女の神様。そう、昔はそんな女の神様が多かったんですか。古代はやはり、あまと言われたわけです。女性が神様じゃ、今もですけどね。そうですね。ちょっとあれが質問があったんですよ。あの日本はアマテラスオオミカミって太陽の神様が女性でしょ、うん、で、ほとんど世界のほとんどの国は男性なんですよ。太陽の神はね。だから日本が女性だからすごい独特なのかなと。確かにあの
自分も今こう思うのはですね、女の神様というか女系ですよね、男系からする女系、女系が今でも現実にあるのは、女性はお母さんのもんもらうでしょ、そうですね、女性は嫁いだのに、その家を無視して、そうですね、まあ、極端に言えば、ね、でも、これは私の母のもんだから、平気でパンと、でみんな納得してる、でもそれをずっと辿っていくと、そのもんが一緒の人が必ずつながる。ああ、そうですね。血族に近いんじゃないと。女性はですよ。男性は自分の家がって言ってるだけで、わかりませんけど。女性はわかるな。あの、DNA だとミトコンドリア、女性、母からこう、来るわけだ。私のも珍しいもんだって言ったら、じゃあそのもんを見つけたら。そうです。多分それは、だから、その、さっき、僕を渡辺と言いますが、渡辺の門があるんですよ、で、自分の持ってる門があるんですよ、で、同じ門だったら多分ルーツは大阪じゃないのって言える、一箇所しか出てないですからね、その家紋はですね、うちの場合は、ななほぼのファンが多いので、いろいろと書き込みが、ユリソさん、あの、来月来るっけ、あ、今月って、あ、もう来る、岐阜からあの酒飲み、俺に会いに行く。うまいと。そう。ナナパパすごい。クミちゃんも行く。私も行きます。私も行きます。うん、そうです。26日、あと3つ席が空いとるの。26日。うん。嫌がった。山本。25日がうちのこの胸毛の後線の線。ああ、そうですね。まあそれが。うん、じゃあ、配役を終えられた後だからちょうどいいかと。いいかもですね。はあ、そう。ていうか、本当に声が多いです。酒はむちゃくちゃ好きですから。あ、そうなんですか。そうなの、ね、この話いこうか。まあ、その女性の神様が主で、八幡様といって、神宮皇后さんね、はい、それから、その、巫女さんの王子の天皇さん、西川さんの、この3人の神様が途中に仁和元年、西暦885年あたりに一緒に宇佐八幡宮から勘定っていう言い方するんですが、御霊を分けていただいてます。で、合わさってというのがあるんですね。それが約1100ちょっと、2、30年かな。で、それがずっと来てるわけですよ。で、その頃はまずうちの海はもうちょっと小高い山の上にあったはずなんですね。もう海だったんですか。海でね、日本って言うの、大正5年まで日本島村って言ってましたね。白神さんのとこまで海だったんですか。白神さん、白島まで、箱島って。ああ、そうね、あそこら辺も海だったんです。だからそこは海難事故が多いから、白い紙を巻いたから白神って、白神社だから白神神じゃなくて白神社なんだ、あそこは。あ、そうなの。船越もね、船で越したっけ、船越し。そうそうそう。あ、そうか。じゃあ相当埋め立てられてるんですね、広島は。ああ、そうそうそう。あ、でも三角あのあれですね、あの地名ってやっぱり残しておいた方がいいですね。そうですね、本当に大事なんですよ。だから過去町も水の主って書いてある。そう、過去町水の主、ね、それを加える市場がありましたよね、過去町。そうなん、過去っていうのは正しいよね。そうなん、あれはね、あの船、なんかジョン万次郎なんかは過去だったわけよ、うん、あのどうです漁船の水事係みたいなが、あの過去って言ってた。だからそこに市場があった。なんか私ね、ちっちゃいからそこにもう一つがあって、そうそう行ってたんですよ ね、 ね、いい匂い、あの磯のいい匂いがしてたのがね、印象に残って。でもさすが七日がジョン万次郎詳しいよね。まだ詳しいよ。神武皇后は豊だ。神武皇后の話をしてあの、それは説明あるよね。あの卑弥呼の2代後に、卑弥呼が死んだ後に、まだ日本がぐちゃになって、また今度豊っていういうのが出てきて、また収まったって書いてあるんだけど、その豊は神武皇后じゃないかっていう。へ、え、ぇ、ー、
あのパパすごい。リンゴなんたらとこうあの昔は覚えとったってうちの母がよう教えてくれました。ああ、それケイさんの経図。そうそう、経図、あの紀元2600年の話とか。昔は無理やり覚えさせられた。ねえ、どれほど昔ですか。だから今から50年前は、60年前はみんな、ね、みんな覚えとるね。覚えとって、御弁殿があっての、ね、さすがに分かる。藤山で、あのまだ記録残ってるでしょ、あの日本で初めて臨時国会が開かれた。あ、そう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 、弁天跡があります。私らすごい、私たちの広島市で小学校の時に習いよったもん、ね、ちゃんとあのなんだっけ、統治権を持ってる 広島城のところにあるじゃん、あの大本営な、大本営な、で、そう、明治天皇も住んどっちゃったっけ、あの広島に軍都だったよね。あれ、なんで広島にあったかっていうとね、うん、あの山陽本線ができたっていうのが大きいのと、宇品が大きいのと、もう一つは呉があった。呉はもうその前から軍港だったので、うん、あの呉があるで、下が通った宇品にいいなとかあるで、広島が首都になった。あ、私なんかね、前、明治天皇がなんか広島を首都にしたかったっていう。いや、だって紀藤ちゃん、この前、仮名が変なこと言ってたよね。誰だったっけ、日露戦争の時、西なんかそんなこと言ったら、まだ通ったんですよ、私らが中だった。あ、そうそう、高校の時も通って、あ、そう、南高校みんなあれで、ね、行きよったね、ゼロ番線からね、広島から。へぇ、なんか私たちの知らないね、かよちゃん、広島だよね、うん、勉強になる。勉強になる。振り切りがあったもんね。昭和30年生まれなんだよ。あ、もういいよ。これこれネギ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 もうゆりさが内緒にしたいって言ったのに、うん、あ、そうかそうかそうか、うん、あ、これこれこれ、うん、あんたの感じなのって焼き餅焼き餅、それ知りたいです。いや、そんな人間的ではないでしょ。あ、でも、ね、でもあの宮島はね、あのカップルで行ったら全然は行けるとか、うん、そう、新婚旅行に行ったら行けるとか、あれ、遊郭があったみたいな、あの裏の今の町屋通り、うん、そう聞いてますけど。あ、そうなんですか。男性がうまいこと言ったんじゃないかな。あ、そうそう、それはちょっとね、聞いたことあります。あの、うん、それで言っとけば、うん、あの追及されないからって、ね、あ、それが本当なの。まあ、大体ね、ああいう名所にはつきものですわ。日本姫神社の裏には遊郭がなかった。なかったね。半兵衛がないね、半兵衛がないですね、そりゃ。半兵衛が確かに。もう皆さんも何やかん言いながらもう半分ほど来てしまった。そうですね、これを。あの、じゃあまあ、あれですね、今回、本当にあの、地域の方やら、理事の同窓会なんかもそうだったんですけど、まあ、うちもいろんな友人やみんなが応援してくださって。新聞にもよく出てましたよね。私でさえ知ってるもんね。はい。まさか同級生とは思わんから。すいません。まあ、結局お宮を建てようという考えになって、それで皆さんが勇気をもらって、じゃあ行きましょうということになったんですが、やはり元のお宮がこういうお宮なんですよね。元のお宮はこういうお宮なんですね。見せましょう。はい。あそこの、ね、はい、じゃあ、ご家族がいいので、はい、ちょっと皆さんのお顔をちょっとあれしますけれども、ちょっと失礼。このぐらいで映るかな。あ、映りましたね。はい、じゃあ皆さんお話をどうぞ。で、これでですね、うん、同じようなお宮をまた混入しよう。え、これと同じものですか。同じような形状でね、こうだこうだ、これ入りもや作りの平入りっていう言い方を建築っていうのは言いますけど、ね、まあ、ちょっとお寺さんみたいなね、相当大きな、あんな相当大きな、会話武器にされるんですか。会話武器にされる、本当は
日和田吹きがいいんじゃないかと思うんですけど、はい、これもやはり、将来的にまた火災があったりするとまずいので、道吹きという道南吹きというのはそういう建築的にはあまりさっきの仮の状態なんですよね。だからあんまりいい表現じゃないんですよ。まあ日和田っていうのはヒノキの、ね、皮で作ったのと同じような色をしてるからって言ってよくやるんですが、まあ、そういうお宮を作っていってます。はい、でそれから言ってた6月25日はですねこのお宮の胸上げの日でしてで胸上げっていうのは一つの建造物が形ができてくる時を祝って今までその携わった方々に一回お礼を申し上げてまたこれから完成までのことに対してまた今年の日も締めていったものと共に今度は高い屋根の上に登ったりしますから気をつけてということをやるのがその上等祭なんですね。でその上等祭がだんだんそのどうでしょうか簡素化されるあそうですね、ある意味ね確かに、それをこの度はうちがお願いした業者さんが実際に手立てをしてくれるのは金剛組さんっていって、これも会社ができて1500年ぐらい経ってる、その聖徳太子さんが、聖徳太子さんが古いんですよ、話がすごい仏教を伝来させるためにお寺を建てることを考えられました、ね、うんうんうん、でお寺を建てる技術を持っている中国人を100人くらい連れてと言われてます、それ全く同じアプリですかね、これ。それ聞いた話。なんか何年続いてる会社っていうので、1500年。前、特集をやられたことがありますが、なんか思い出してきた。はい、で、その会社が培ってる、はい、そういう伝統やら儀式を今回見せてくれるんですね。やっぱり初めて見ますんでね、やっぱり違う。ここら辺なんかがね、ここら辺のことがね、違うんですよ。実際に乗ってね、これ生の人間がやるわけですね。すどこに乗るんですか。嫌な嫌なことやんね。ほら。すごい。あ、弓矢を。はいはい。天の矢、地の矢って言って。こちら。はい。天の矢、地の矢、3つあります。バラをしたりね。はで真ん中のは、普通にそれを模した天の矢、地の矢なんですけどね。すごい。実際に今度放つって言いますか。矢を放つ。素晴らしい。まあ実際どのぐらいかわかりませんけども、それはできる。これは一般の方も見に行く。いや多分無理です、ね。無理だと思うんですね。まあ知らぬうちでその頃に来られればまあ見れると思いますけど。もったいないよ。もう入らんわけですよね。もうちゃんとテレビとかに。例えばそうテレビカメラだけとか。ああそれは。めったないことですよ、ね、取材があるんじゃないですかね、してください。だって私小さい時に胸上げして言ったら五色のなんか、布を垂らして、はい、そして餅を撒いてっていう。結構それはすごいですよ、はい、それ島原ですそうそう島原でそれをあってすごく結構ね、ちゃんとした胸上げがあってたんです、うん、最近はもう簡素化されてるんですけど、この餅を撒いたり、三銭って言ってお金を撒いたり、そうです、お金を撒いたり、それでその餅も、確か大きい餅が両方のなんか胸の両方からその大事な大きい餅を撒くんですよ、最後に、それを開くたらもうラッキーなんで一年ついてるとかなんですか。だからもう必死で開ってます。もちろん。この人たちはしょっちゅうやってるわけじゃないでしょ。この人たちだって。この人らがやっぱり一年に一件あるかないかとか。あ、そうなんですね。神社とか神社とか仏閣とかいうのの胸上げのためにだけの人たちなの。ええ、実際この人たちを作るんですよ。だからその建築会社の所長さんとかがこういう格好をしてやってる。いや、これはね、違う。これはね、お池、
昔の組織を持ってるんで、うん、金剛組っていう組が、それがもっと小さい部があって、うん、会社で言えば下請けのように思うんだけど、うん、そうでなくて、ほぼ同格にこのエンジンを組むように8つ組があって、そのうちのうちに来るのは加藤っていう組が、加藤棟梁という、棟梁さんがついてるんで、加藤組っていう、そういうのがね、これ戦前にも今の会社組織なんかでも一つの例えば酒田工業になって、うん、で渡辺組であったというのが過去に、それがその会社の成り立ちの基本にあるんですよ、それが残ってる、そういうね、組なんですよ、それでまあそのちょうど太さんがその中国人を連れてきて、まあ、祈祷してもらって、ずっと仏教建築を伝播してもらって、そういうことがあって屋根がまだこう反ってたりするのはそうですよね、でまあうちもこのお宮にたまたま火災から逃れた彫刻などがありましてね、それが室町機能がありましたので、大体ローマ字ぐらいの建て方で再現しようと同じだわどうかなっていう考えで、ですから非常にシンプルです、シンプルですが、この屋根の傾斜がきついです、それが特徴です。古い建物、新しい建物の傾斜はこういうふうに、でも棟梁さんたちもあれでしょうね、建て替えがあるでしょうね、だって、それこそいつもいつもこういう、ね、神社から の依頼があるわけではないでしょうからね、で割とうちのが大きい、割と規模的に大きいんです、お寺ぐらいの規模なんですね、お寺さんは割と大きいでしょ、お堂の中に皆さんが入られて、ね、お経を同居してるでしょ、で、ね、はい、だけどお宮っていうのは神様がおられる神殿の前で露天で拝むことが多いですね、そうですね、中で入るなんか祈願してもらう、そうですね、祈願でしょ、してもらう、で宇宙はそれが秋分、旧秋分はですね、お宮のこの拝殿というところの半分ぐらいをもう土足で上がれるようにしてるんですよ、それで実際にずっと上がっていって拝んで、スッと帰る、だから大きいんですね、そうなんです、それがもう特徴なんですよ、それがあこっちもそうだね、岩谷さんもそうだね、海田もそうだね、そうだそうだ、そうなんですね、俺らはだからそれが当たり前だもん、普通は小さいですよ、で外で、そうじゃない、そうじゃない、土足のまま半分ぐらいこう行って、そういうのは当たり前だと思ってたけど、そうじゃない、外なんじゃ、そう、私たちはだからその土足のまま半分ぐらい入るっていうの知らないです、あ、そうなんですか、うん、だって普通入れない、普通はだって入れないもん、そうなんですね、普通は恐れ多くて入れないっていう、うん、そうです、あ、そうか、拝むっていうか、そのお参りするのは外でしか、しないから、中でしますね、ね、やらの中から、この辺の特徴なんですよ、あ、そうなんですか、まあ、当たり前と思ってることが当たり前ですね、意外とね、ね、意外と地域性があって、国分神社に行った時は外の、だから大きいんですね、そうなんです、へえ、いろいろ面白い、ね、まあでもこれだけの工事をね、発注されるって言ったら大変な、大変でした、まあ、ご苦労が、岐阜もさっき言ってもらいましたけど 100% 集まってないんですけどね、建てるだけの寄付が集まったので着工行こうって、で、あと残りはまた借款してでもやるしかないなと思ってるんですね、まあ、これ以上お地蔵さんにはご迷惑かけないし、すごい力もらいました、これだけのことをなさろうっていうそのエネルギーが、この前に焼ける前に宇治子会館っていうのをね作っちゃったんですよ、そのね宇治子会館ができた時にね、呼ばれて行った時に渡辺さんがねいい言葉を言って、俺ね普通どうしても同級生なんで真面目なことを言ったらちょっと笑ってしまうとあるじゃないですか、その時ね皆さんの心を形にしましたとかって言ってね、おお
なんてかっこいいこと言うんじゃろうか思うて、うん、さすが大人じゃな。そうそう、だからあれ氏子会館でもなおだもんね、うん、それに続いてこれだからね。たまたま平和事件があったでしょ、はい、あの時だったら、まあ、大体私の兄も私もですね、あんまり本名は財産持っちゃいけないと思ってます。だから集まったお金でお祭りを盛大にすることで氏子さんも喜ばれる、みんなが来やすいという感覚なんですよ、美穂は。ですからちょっとよそから見たら派手に見えるかも。なんか美穂って派手って、エヴァとかニホとかいうのは、エヴァとかニホはね、すごいしますよね。その祭りは派手なんです、ね、でもお宮はお金持ってないです。そっち使ってしまう。持たなくていいんですよ。持たなくていいんですよ。持つと、持ってるだろうっていうことで、信仰心が落ちるんですよ。まあ、そこで、そこまでいけるといけないけど、まあ、ない方がいいんですよ。なければ、なかなかできないですよね。なければないんですか。ですから、うち5回でも全部使いましたし。もうぜひ行ってみたいと。ナナママ素晴らしい。まあ反対に今度はあの焼けることになっちゃいけないんでね。そうですね。これがですから私らのキーワードはその防火なんですよね。それでしかも残された自分だけの人生を考えてみてもそうないんですよ。その頭がはっきりしてどんどん頭がはっきりしてあんまないでしょ。なんか実感がこもってほしいって言われてね。そうなんです。まあ50過ぎてるんですからね。ね、そうね、完全に50メーターのターンはしてるわけですから。そうですよ。8割方走った感じでまあその本当はもっとねずっと行きたいけども、人っていうのはどうしても限りがある。でもその限りの中で全ては収まりませんから、ましてこういう建物だ。皆さんの心が詰まったものをどうやって残していこうかということになれば、やはり反省した面は24時間いつ来ても拝めるっていうお宮にしてた。それをやめなければいけない。それは悲しい。これはねやはり現行法令というかあの民法の方も関係しててですね、夜中は閉めるべきだという指導を受けています。でちゃんと防犯をしなさい、でさっき来る時にちょっと言ってたんですけど、お寺さんのように私らはお見えに住みませんから、なぜかっていうのは神様のところに、その聖なるところに人様のその俗が入らないように、俗の気持ちが入らないようにしてるんですね。栗がないんですね。栗がないですね。だからお見えには住まないです。ああそうですね、別の確かにね、人間臭さを出さないもんね、だから別に住んで、まあ、そこでちょっと結界をして、結界をして住んでると、で俗の世界では結構ね、あの俗ですよ。ですが、そこをこう、入ると、手のひら返すように自分も変わっていく、そういうお宮なんですよ。お宮ってそうなんですよ。だから、なんか気持ちが違うよねという方が多いのは、ね、すがすがしい、それに俗っていうのを全部排除していこうとして、鳥居をくぐるときにしめ縄をくぐると護衛のその霊力でちょっと汚れが飛んでいくんじゃないですか。だからそういうふうな、そういうふうな気持ちの人が少なくなってきたから24時間開けられなくなった。そうですね。ね、だから特別な場所だっていう自覚のない人が悲しいですよね。そうなんですね。ねえ。だから立ち位置も日本語だけじゃなくて、うん、諸外国語を何ですか吹かないといけないような状況です。そう、それを見て理解したらここは神聖なとこだからっていうのを理解する人が日本語でもわからん。難しいです。ちなみに前のやつは何年？前のは290年ぐらい、享保年間ですからね。1700、30年だいたい普通
火災がなくてどのくらい持つの？400年くらい。400年。うちの前の財でやったら400年。もう100年は経ってたと思います。素晴らしい。もったいない。傷んでましたね。当然あの、原爆の爆風で、傾いてそれは直し、山がちょっとこう崩れ出したりするとこうなったりして、それは直し、いうようにしました。100年ぐらい持ってたんじゃないかな。もったいなかったですね。でもこれからまた400年持つんですか？そうですね。だからそういう一つの、あの、区切りに、まあ我々は合わせてもらったと。そうですね、大勢。で、みんなの心もいただいたと。そうですね。いやいや、すごい。あと取り持ってるだけね。子供5人おるん、子供5人。5人いらっしゃるんですか？心強い。女。で、あと男とか。でも、あとトイレいらっしゃるってことは、もう継ぐって決めてらっしゃるってことですか？多分、継ぐと思っちゃう。強要しませんけど。心強いですね。一番下の今直すって、証拠じゃないですか。え、素敵！いつも思うそうですけどね。何の前にね。そうですよね。何かの飲み会の時に、かわいいですね。片方はね、孫が生まれる。片方は自分の子供が生まれる。そうそうそう。かわいい。参ったよ、それ。素敵。誰が孫が生まれるか。ああ、そうなんですね。私がいつも学校で出会っている子たちぐらいのお子さんがいらっしゃるんですね。そうなんですね。ああ、そうか。9歳。10歳。10歳で、誕生日迎えると10歳ですね。でもなんかロマンチックでいいじゃないですかね、そういうのって。素敵。10歳でしょ。10歳、2分の1成人して。そうや、孫がおる人、俺の女の人じゃん。俺がすごいな。45。いや、でもそれってそんなに珍しくないでしょ。今はね。珍しくない。上とは遠くない。そんな顔の人もあり、人もあり。うち3人なの、心もある。なんか、ね、それはロマンチックでいい。あそこ、まだ最後だよ、ここ。3歳かわいいな。素敵。かわいい。びっくりした。立派、尊敬できる。上、高校生かなんかで、下3歳。あ、でもね、そういうのって私結構好きだな。素敵ですね。ねえ。でも自分の身に降りかかったら嫌じゃけど。大変だ。エネルギー。でも、兄ちゃんたちさ、みんなお父さん大好きね。そう、あれがね、すっごい悔しいんだ。え、でも、七パパのとこも好きじゃない？うちはね、うちは尊敬の友達が。あ、尊敬の友達。あのね、この子供、上のお姉ちゃんから3人知ってるんだけど、3人ともね、お父さんが一緒の男性だとか、お父さんが好きだとか、中下のおけいや、でも、こういうお父さんだったらね、やっぱり大好きだと思う。でね、仕事が仕事だからね、なんていうの、運動会とかね、学芸会とかはね、行かないよね、行けないよね。あ、そうか、そうか。それなのにね、好きなの。俺、もう何でもかんでも行くのにね、おかげ回して。運動会も、何もかんも追っかけ回して行くのにね。うざいって言われる。だから、あれなんじゃないですか、こう、いつもいつも、なんていうか、こう、一線一つ高いというか、こう、お父さんなんだけど、特別なのでいいんでしょうね。だから、パパも特別になってるんだよ。ここはね、サラリーマンでないので、サラリーマンでない、俺もサラリーマンでないから。なんだろう、地域のね、地域に役に立つ、例えば、警察の講演会とか、地域の挨拶運動とか、そういう地域にの役をできる。今は警察の前が一人ね。そう。だから、そういう姿を見て子供が憧れるかな。俺、近所のこと何にもしてないもんね。それもやっぱり、お宮の方なので、ね、どこで一種だって。一種独特の。喋るのうまいしね。独特の。着物あまり着ないんです。あ、そうなんですか。何を着てるの？あんまり着なくて、料理とかね。だからそれがまたかっこいいんじゃないですか。黙々と、で多分、さっきほら、
あのプライベートではぐちゃぐちゃですけどって言われたので、そのギャップがものすごいやっぱりかっこいいんじゃないですかね、うんうん、そのお宮のことになるともう全然違うお父さんになるっていうの、だから七パパもお仕事になったら全然違うパパになる、あのね、多分ね、あの子供さんに尊敬されるお父さんって私は思うんだけど、うん、裏表がないって言ったら筋が通ってるんだと思う、あの外ではいい格好するけど、まず中入ったらなんちゃって格好しだったりしたら俺いいじゃん俺だけど多分お家でも多分一本筋が通ってらっしゃるんじゃないかな、うんうん、まあ、まだうちは急に格好なんですよ、子供さんが5人、あ、おじいちゃんおばあちゃんだね、はい、あ、大家族、素晴らしい、一緒にご飯食べる、ああそうなんですか、にぎやか、6人ずつ分かれてる、うん、9人ですもんね、あと、ね、あのおじいちゃん魚さば、うん、ね、あとね、かっこいい、うちの娘とね、ここの3番目のお嬢さん、某女子校でね、同級生、あ、そうなんだ、でね、この前 2週間前運動会あったんだけど、うん、ここの娘が走ると、ね、キャー言うんや、どうなんこれあ、かっこいいんだ、うん、あのね、女子校の気持ちの悪いところね、お姉様なんじゃろうね、でね、下級生が言うんならもう少し分かるけど、うちの奈々もね、あのかっこいい、好き、かっこよくて好きなの、まあ、でもそれあの女子校に通ってた友達から聞いたことありますよ、うん、やっぱりね、あの女子校独特のそのかっこよさっていう憧れがあるんですよ、やっぱり、うん、ね、口がね恐れ多くて聞けないんだって、うん、恐れ多くて、そう、まあ素晴らしいですわ、うん、はい、素敵な心がけであの聞いていただいているので、ちゃんと正座して、正座して正座して素晴らしい、信徒の方がおってんですね、広島珍しいですか、これ岐阜、あ、だから、あ、そうか、あ、そうか、だって読まんのにみんな岐阜、岐阜人さん、岐阜と取られて、海があるっていうような言い方でしたよね、野のものがあれば海のものがあるかというのを、これを神様に返すと、のが表現をするのがノルト作文という我々の教科があった、だから今の神道学部に神道学部だったよね、で、今のこの
交互体を文語体にして、そしてその交互体っていうのはその自分が何に感じたことを神様にどう願うか、それはいろんな願いをされる方の気持ちを感じてどう表現するか、それを万葉仮名で振って申し上げる、そういう、まあ、訓練を組むんですけどね、そういうすると風の歌みたいな。でも万葉仮名って漢字だから読みにくいですね。でも振り仮名は全部自分が勝手に読むんです。表現がね、文語体だけなんかひな臭いね、ひな臭い、ライトさっきの写真がないと思う。そうだ、あなただけでこれね、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと私がうっかりしてたんで、どうしよう。あ、いいですよ。ごめんなさいね。まだありますか。すいません。まあでもね、とっても有意義なお話だったので、あっという間に今日も時間が経って、あと5分になって。あと5分か。何の話すの。はい、かよ、質問があります。はい、24時間今まではされていたということなんですけど、日中に参らなくてもいいんですか。神社はなんか日中の間に参ってた方がいいんじゃないか。朝のうちね。朝とか日の出。あ、日の出にね。あ、そうだ。太陽の出る勢いっていうのがすごいですからね。ああ。だからご来光なんてよくわかるでしょ。夜とかは行けない？いや、夜はね、なぜ自分が心がけておったかというと、一番自分で感じたのは。最初の子供が生まれるときに夜中だったんですよね。陣痛が始まったときはね、そしたら何もできない、神様に頼みに行って、それから産院へ行ったんですけどね、そういうこれ以上のものがない、助けてくださいっていうか、力を貸してくださいっていう、同じ結果でもそのよりいい素直に感じたことっていうのは時間関係ないです。だから悪いことばっかりじゃなくて、いいことでも思ったときは吉日だというように、その24時間にしても来れるというのは、その方にとっていい風は余計いただけるんじゃないかと、そう思ってましたからね。だからどうしても開けようと思ってます。それはちょっとね、今回難しかった。なんか一つ一つの言葉が染みるから、やっぱり私も尊敬する気持ちが分かる。私結婚式がしたいです。で、できるんですか。1回だけでしょ。まず相手を見つける。相手を見つけるのを拝んで、わかんで、それから朝ご来光。じゃあ日本姫神社はそのなんかこれは俗的な言い方ですよ。よく言われるよね。何座の神様とか何座の神様とか。だからその多分神宮皇后さんがお腹が大きい時に、これはまあ播磨不動記に書いてあるんですけど、なんか殿下に石で押さえて出産で、その神宮皇后さんはずっとお守りされた神様。ああ。じゃあ安産。じゃあ安産。安産かとかね、子供の。女性の味方。女性の味方と。じゃあなんか別れとなったら言って。女性の味方。そうそうね。ええようによくかもしれない。そうですね。じゃあ会社の場合まずお相手の方から。お相手の方から。はい。ただ結婚式をここで挙げて、披露宴を半兵衛があるって。あ、半兵衛温泉ね。ちゃんとタイアップしてある。あ、そうなんですか。みんなで隣同士だから、隣同士だから便利ね。さっきの方が来て、お宮の前で会ったらいいんだよ。おおおおおおおね、安く着きます。え、本当に趣味だけよく持って。あのデパートがあるじゃんか、あの人の方がこう位置じゃない、店出して
来年はね、来年は、あ、じゃあ来年は二歩姫神社さんのところでイベント、朝一ね、あー素敵、朝一のご来年、それがね、今年の祭りはまだ間に合わないんですよ、ね、ただ初詣は間に合うそうなので、来年初詣みんな行きましょう、行きましょう、ね、駐車場はあるんですか、あんまりないです、じゃあ電車乗っていくの、電車乗っていくね、あんまり大きい声で言うんですけど、ハンデの駐車場ハンデの小さな声で大きく行きますね、みんなで初詣行く、初詣で、ね、昔からうちの娘が、あの初詣の巫女さんのアルバイトをお願いしてるんやけどね、今年は用が、え、でもそれって年齢制限がある、巫女さん、あいつがするよってね、いや私もしたいよね、したい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 、出せしとないよどうして、どうして、だってもうピチピチはんな、その中に一人おばさんが混じっとったら、いや、いや、だから全部23年度は、いや23年は、うん、あのちょっと脂肪を変えて、全部同じ熟女でお賽銭減る、やっぱり高齢者はね、石だよ、高齢者はね、いや、やっぱそれムキムキがあってパパいいかもしれない、でもなんかしたいよね、うん、じゃあ皆さん23年のね幕開けは二歩姫神社で、ね、電車乗って行きましょう、またダラダラとくだらん話をして、はい、早もう9時になって、もう9時になりました、でも今日今日素敵な、うん、ね、じゃあもう一回あのお名前をご紹介ください、はい、はい、二歩姫神社のネギ渡辺君丸さん、ありがとうございます、なんと最後にキノピーから質問を答えてあげてください、キノピーから、はい、厄払いのタイミング、どのタイミングで行けばいいですか、節分が区切りって聞いたんですけど、節分が冬と春を分けるっていうんですよ、節分ですね、あ、だからその冬っていうのがその新春ですよね、新春が大体昔は旧暦でやってるから、でどうもその厄年っていうのは人の生身のことであるんで、その生身のことはやはりあの旧暦の方が合っているように思うんです。それはあの女性の生理現象にしても、その大体30日じゃないですね。そういうので計算していくと大体合うんですよ。だから残ってるんじゃないかと思うんです。その厄払いっていうのはその目的は健康ですから。それも自分が健康に努めるということです、うん、そして周りの人を尊ぶという、うん、いうことがその非常に大切なので、うん、そこを自覚できるだろうか、うん、で年の初めに1月1日から2月3日までに来られると一番いいんじゃないかと、うん、ということだそうです、昨日いつでも構わないんですけど、ね、やっぱり念頭の方がいいと思いますね、じゃあキノピーさん、そういうことで、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、それでは皆さん、ここで録画を止めます、ご挨拶いいですか、はい、いいですか、はい、ありがとうございます。